ミョンドンのビル群ミョンドン洞ミョンドンは大韓民国ソウル特別品区にある繁華街である。近くに南大門市場がある。通常、ミョンドンはウルチロ入り口駅とミョンドン駅の両駅に挟まれた地域を指すが、講義ではロッテホテルロッテ百貨店本店がある。商工堂までをミョンドンに含むことも多い。また、ミョンドンは法定堂である。 ミョンドン洞階、ミョンドン2階の総称であり、これについても本記事で取り扱う。なお、より広い範囲を管轄する同盟の行政道については、ミョンドンを参照すること。朝鮮王朝時代には、命令道と呼ばれていたが、略して、ミョンドンになった。日本統治時代には、明治町と呼ばれ、日本人居住区、商業中心地として発展した。 今でも街並みの中に統治時代の面影が残っている。1928年には早くも旧西軍の社会鍋による募金活動が始まっている。南寺石間の開発が本格化する1970年代以前は、証券会社など金融センターでもあり、韓国経済の中心地でもあった。韓国内、海外でも一般的に、 ソウル市内で最も有名な繁華街とされている。高級ブティックやカラオケボックス、メガネ店やファストフード店、屋台や露店などが数多く立ち並んでおり、韓国でもトップクラスの規模と人気を誇る観光地である。近年は韓国コスメの店が非常に多く見られるようになった。主婦層の多い南大門市場に比べ、ここでは若者の姿が多く見られる。また、 日本人観光客にも人気の高いスポットの一つであることから日本語で表記された看板も参見され日本語を話すことができる従業員型地域と比べ多いしかし近年では中国人観光客の急増に伴い中国語の看板や中国語を話す定員も増えている日中のみならず深夜になっても人通りが絶えない日本の東京でいう渋谷や 原宿、大阪でいう、震災橋に似た様相を見せる。中華学校があることから家境が多く集まる。街としても知られ、中華料理店も多いが、世界各国のチャイナタウンと比較するとその規模は、かなり小さい。深夜まで営業する、ファッションビルである、ミリオレイや、韓国カトリックの象徴といえるミョンドン制度がある。 ミョンドンは日本の銀座に当たるようなポピュラーな地名であるため、韓国内の地方都市にもミョンドンを冠した地名を見ることができる。ソラリアに私鉄ホテルソウルミョンドン。ありがとうございます。